あの車ですか？間違いないです。あの車です。この車ですね。はい。どうやらこの黒い車が人と正面衝突しない車らしいが、我々にはどう見ても普通の車にしか見えない。これはもう特派員が体を張って確かめるしかないという結論となった。大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。特派員が尻込みする中、車がこっちに向かって加速を始めた。特派員でギョー。仕方ない、過去を決めて。特派員に向かって突進してきた車がぶつかると思いきや、なんと車が真ん中に割れてしまった。一体全体何の車だ。しかしまさしく全体に正面衝突しない車には違いないわけで、これは一つの発明である。2つのエンジンを持った本当にユニークな車でした。すごい。